ゼレナー・ホラの西安・ネポムツキ巡礼教会は、チェコのボヘミア地方とモラビア地方の教会に近い、ジュジャールナとサーザボウにある、教会堂。イタリア系で、プラハを中心に活躍した、建築家、ヤン・サンティーニ・アイヘルの傑作とされている。サンティーニは、建物と装飾の両面で、ボロミーニ的なバロック様式に、ゴシック的要素を統合した。1994年に、 ユネスコの世界遺産に登録された。1719年、ローマカトリック教会によるヤンネ・ポムツキーの劣勢調査において、その下が朽ちていないことが宣言された都市、ゼレナー・ホラにおいて、殉教者、ヤンネ・ポムツキーを記念する教会の建設工事が始まった。これは、ジュジャールナとサーザボンの首都会修道院の大修道院長、バーツラフ・ベイムルバによるものである。 中世のゼレナーホラには、死闘会の修道院があり、近郊のネポム区出身のヤンネポムツキーもこの修道院で学んだ。しかし、これが、フス戦争で消失したため、ジュジャールナとサーザボウに新たに、死闘会修道院が建設された。このことから修道院とゆかりのある殉教者に捧げる、聖堂として、聖ヤンネポムツキー巡礼協会が、ゼレナーホラに建設されることとなった。 1720年にヤンネ・ポムツキーが列服されると、教会はまだ建設中だったにもかかわらず、1722年に建造された。この聖人を記念する聖堂としては最初期のものである。多くの巡礼者を集め、1769年に完成した。教会は1737年と1783年に2度、大化にあった。1784年、 皇帝ヨーゼフ二世は、ジュジャールナとサーザボンの死闘会修動員を解散させた。その後も死闘会は1792年から1793年にかけて、聖堂の屋根やファサード、1794年から1802年にかけて回廊の修復を行ったが、資金難から屋根部分の修復は完全には行われず、そのデザインはオリジナルよりも簡素なものとなった。 この境界には、西安ネッポムツキーにまつわる様々な象徴が全体設計や内部装飾に大きく反映されている。境界全体は5つの角のある星型の聖堂を中心に回廊が囲む構造となっており、5つの門がある。回廊内には五角形の省令廃道が5つあり、これらはそれぞれを点とした時に五角形となるように並んでいる。 聖堂内の5つの壁岸には、主祭壇とマタイマルコルカヨハネの4人の、福音書記者たちの副祭壇がそれぞれ置かれ、主祭壇には5つの星がついた玉の上に、聖医安ネポムツキーが立ち、5人の天使がその周囲に、廃された構図となっている。数字の5は、聖医安ネポムツキーの象徴の一つである。これには、様々な言われがあり、聖医ンネポムツキーが、 王の怒りを買って殉教し、ブルタバ側に遺体を投げ捨てられた際に空に五つの星が輝いたという伝説によるというもの、国会の秘密を守り通したという逸話から、ラテン語の特の文字数にちなんだとするもの、キリストの聖魂の数を象徴するというものなどがある。聖堂には丸みを帯びた、正三角形の窓がある。主祭団の聖安ネポムツキーの頭上には三人の商店主が配置され、 丸みを帯びた正三角形から聖人に向かって光が降り注いでいる。これらの数字の3は三位一体を表すものとされているが、この境界における数字の5と3については、この聖人が53歳で没したからとする説明もある。もっとも、聖威案ネポムツキーの少年ははっきりとは分かっていない。聖堂が星型となっているのをはじめ、主祭壇や、 聖堂の外観や回廊などにも星型の装飾がある。ローマカトリックにおいて星を象徴に持つ聖母、マリアの星も回廊の形状などに表されている。八つの角のある星も五つあり、これらは死闘界を表すという。聖堂のクーポラには炎に囲まれた舌が描かれている。これは聖医ネッポムツキーの聖遺物であると同時に王妃の秘密を明かさなかったという。 この聖人の伝説に基づくものである。聖堂には鞘に収められた剣のような形の窓があり、これらも聖人の舌を象徴したものと考えられている。1994年に、ゼレナー・ホラのネポムクの西洋羽ネ巡礼協会、ゼレナー・ホラの巡礼地である西安ネポムツキー協会として世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。日本ユネスコ協会連盟によるわけは、ゼレナーホラのネポムークの聖ヨハネ巡礼協会である。肉体の普及は、聖人として認められるための要件になる。後に、ヤンネポムツキーは、劣勢された。沖ノ島広美、武田和姫、藤塚春夫、プラハチェコ中世の面影を残す中央の町々日経 BP 企画。 2006年、ピアニッシモ、348、350、デジタル大事線の解説、コトバンク、2018年7月24日閲覧、ゼレナー・ホラの巡礼制度、青柳正樹監修、ビジュアルワイド世界遺産小学館、2003年、P342、ありがとうございます。